武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、京都工芸繊維大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、2016年は大問が3つで時間120分、2015年、14年は大問4つで、まあ、時間も120分の形でした。で、まあ、問題の特徴としては、まあ、2題長文が出て、まあ、2016年は自由英作文が1題で、2015、14はそれに加えて和文英訳の、まあ、1行程度の英作文が何題か出てくるような形で、出題されていました。で、まあ、特徴としては長文の中でも英文英答形式の問題があるので割と記述が多いと。で、日本語説明問題もあるので日本語の説明する力と英語を書く力、で、その自由英作文は実はかなり長い、まあ、200ワード程度、150から200ワード程度書かなきゃいけないので、まあ、非常に書く量が多いという試験となっています。なので優先されるのは、まあ、和訳、要訳、まあ、和訳というよりは要訳、説明ですね。説明問題と、あとは、自由英作文、和文英訳の対策となります。で、長文の難易度、としては、まあ、マーチレベル、読めれば十分対応できますが、国公立向けの問題の演習をしておいた方がいいという形になりますので、マーチレベルプラス、国公立標準問題集キャンパスなど、をやっておくと、まあ、いろんな記述のパターンあるなというのが、対応しやすくなるかなと思います。そして自由英作文と、まあ、英作文に関してですね、まあ、2015年などで出てくる和文英訳の問題に関しては、正直どのみち自由英作文やるために和文英訳を一冊仕上げることになると思いますので、その、対策してれば十分対応できます。自由英作文に関しては、要求されるテーマ自体はそこまで難しいものではないものの、ワード数がこれだけ多いとそれだけ難易度が上がるという側面はどうしてもありますので、まあ、こちらは実際やっぱりこちらの過去問を使って、まあ、何年分かしっかりですね、書く練習をしていった方がいいかとは思います。で、まあ、内容をまとめること自体が苦手という場合には、まあ、要約練習という形で、これは英語ではなく現代文の現代文読解の開発講座、などで、まあ、一度まとめる練習を身につけた上で英作文、自由英作文の参考書をこなして、しっかり、書けるようにしていきましょう。まあ、特にここを受ける場合には記述能力、論述能力っていうのを鍛えていくことが、重視です。長文などが難しいものは読みても書けなければ点がもらえない可能性は高いので、しっかり、記述力を鍛えるようにしてください。以上が英語の勉強となります。